どうもどうも、人生下り坂マンでーす。そしてこれが100万円でーす。はい、本日は2023年10月6日、10月6日でして、少し遅くなりましたが、少年ジャンプ44号、近未来杯読み切り、小林おむすけ先生のほうきの狩人の、感想を話そうかと思います。小林おむすけ先生は私は過去に2回読み切りを読んだことあるんですけど、独特の世界観、そして題材というのにすごい、魅力を感じた、漫画家さんでした。そして今回近未来杯で、登場なのですが、今回からデジタル作画に、挑戦されたらしくて、またアシスタントさんをお願いしたりとか作者コメントに書いてあったんですけど、まあ、前回までとは違う制作環境で、書かれたようです。まあですので背景の作画とかはおそらくアシスタントさんがされたんだと思うんですけど、まあ、小林おむすけ先生の初めての連載を思い出すと、その背景も、特徴的で世界観だったと思うので、作者以外の人が作画した背景というものに、死の、世界観というのがどれぐらい反映されているのかななんてのは、まあ、多少気になったりします。内容は、とても面白かったです。アクション要素が強くて、ほうきの狩人ということで、魔法使いとかがいる世界観なんですけど、ほうきを使った、チェイスバトル的なシーンがすごく、かっこよかったです。このあくまで、漫画ですので静止画なんですけど、ミサイル的なものに追われて逃げているところとかはこうアニメーション的に感じられるというか、スピード感がすごくあったと思います。またその敵が魔法を使ってきたやつを、に対して反撃する様子とかアクションの部分も、とても面白かったと思います。でここからは、私自身の、小林先生の期待値がちょっと高すぎたのかなっていう感じがあるんですが、あるいは、週刊少年ジャンプで連載に向かっていくというのはそういうことなのかもしれませんが、まあ投稿作品、おそらく手塚賞に投稿された作品とかに比べると徐々にこのオリジナリティというものがまあ減ってくるというか、よりメジャー路線になっていくというか、まあ、ジャンプで連載に向かっていくにあたり、まあ題材も展開もそしてアクションであるとかそういう部分は、マイナーではなくどんどんメジャー路線になっていくんだなというふうに思いました。魔法使いがいる世界で、まあ主人公は魔法を使わなくてほうきで飛ぶだけなんですけど、魔法使いのいる世界観で完全懲悪的な物語というのは、まあおそらく今回の作品に限らず、連載読み切りも含めて、星の数ほどあったと思うんですけど、題材のオリジナリティというものはまあ少なくともなくなってしまったかなと思えてしまいました。まあ、そんな中で、小林おむすけ先生らしさ、これまでの読み切りで感じていた部分というので、その中のオリジナリティというのを拾い上げてみると、まあ、作者でもとい、主人公のキャラクターかなっていうふうに思います。まあ、ちょっと緩い感じがあったりとか、めちゃくちゃ正義な味方というわけではなく、まあ、一回は、お金に転びそうになるとかそういうこの作者の作家性が反映されている主人公の魅力という部分は失われてなくて、読み切りの時の印象が残っていてそこが良かったかなと思います。はい、そんな感じでした。近未来杯、これからまだ何作品か続くわけですけど、今回は全部で4作品あるみたいですね。ですのでトップバッターということでした。果たしてこの中で、連載になる作品があるのかないのか、マッシュルもアンデッド・アンラックじゃなくて、
ブラッククローバーは急ぎになりましたし、マッシュルは、最終回になりましたから、魔法物というのは、ジャンプの中で席が空いてると思いましたけど、ウィッチウォッチがあったりしましたけど、まあ題材被りというのは少ないかなと、思った次第であります。はい、そんな感じの感想でした。近未来杯、次回の作品の感想も動画で話してみようかと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。